チス誰も知らない狩人イカレタコスケです。百竜夜行龍虎カムライヨウチ、このイベントクエスト最近やってきた百竜夜行ですけども、それでも SS が非常に取りやすいというわけで流れを少し詰めてみました。で SS を取るとどうなるのってことなんですけども、あの百竜撃退の証9の時もあったし8の時もありましたけども、まあこれがね15枚確定するんですね。プラスイブシマキヒコの素材と、まあ、通常のモンスター素材合わせてかなりのマカポイントとなります。マカポイントが足りてない人はぜひともと、回数をこなしたい人はこれじゃないけどもね。それとあのライトボウガンでバゼルギウスやった方が早い時も全然ありますけども、まあライトボウガンの使用回数増やしたくない人とか、それから1匹のモンスターを詰めるのが苦手な人、そんなに難しくないので、まあ、時間の差はちょっと出るかもしれないけどもね、ちょっと詰め詰めの、攻略法をお伝えしていこうと思います。装備は別に双剣じゃなくていいです。好きな武器で OK です。で、後半に武器も変えますけども、それも別に、これ面白いから変えるだけで、別に変えなくてもいいです。というわけで、夜討ちしていこうか。一応ね、詰めていく方向でいきますが、詰めていかなくても大丈夫ですんで、そこのところを、よろしくというわけで、まず、この戻り虫をゲットし、そして鬼人薬グレートを飲んでおきましょう。でないと私は後で忘れるんでね。それからこれを取っておきましょう。もう覚えた人はサクッとね、これ準備完了しちゃって OK です。はい、じゃあ準備完了して、ここに自動バリスタを置いていきます。任務の方に狩猟設備の設置がありますんで、それをこなさないといけないんでね、ある程度意識して置いていきますが、まずとりあえずここに置いていきます。でここにまず普賢さんを置いてしまいましょう。この普賢さん非常に強いので、まず最初の1匹目がこれで終了します。お前たちはこれで終了します。なるべくね、別にこれ壊されても全然問題ないので、ここの壁が壊されても別に全然問題ないので、はい、壊していきます。私はめんどくさがりなので手を出しません。私が手を下すまでもないという感じで、ここでイオリくんを出します。この2匹もイオリくんが処理してくれますんで、まあ薬を飲んだり後ろでパッカ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 物を出し入れしたりしていましょう。まだないですね。竹爆弾キャンセル、まあ、こんなもんでいいでしょう。終わったかな。ちょっとイオリくんでとどめ差し切れなかった。ちょっと若干プケプケに時間かかりましたね。まあいいでしょう。でこれで次の、大物リオレイがやってきますね。でもここはもうなんだっけ、あれですね、なんだっけ、反撃ののろしが上がりますんで、気にせず反撃ののろしを待ちましょう。普通に殴っていきます。すぐに来るんでね、ここは。はい、来た。で奥に行かれちゃうとめんどくさいんで、この奥に行くねフルフルを必ず最初にやっておきましょう。まあ、このフルフルというかね、この百竜夜行ね、来るモンスター一緒なんで、あれフルフル生きてる、お前生きてんじゃねえ、お前は生きていちゃいけ、足が遅い遅い、まあ、ここライトボウガンとかヘビーボウガンだともうちょっと楽かなと思われます。でまあそんなにね、あの焦ることはないですけども、この百竜夜行じゃねえ反撃ののろしが来てる間に大体終わらせておきたいので、なるべく終わらせておきましょう。飛んでるやつは本当はめんどくさくなければ区内を拾っておきたいところですが、私はめんどくさいのでこのこいつを使ってしまいます。ほいほいほい、双剣妙理につきますね。お前何やってんだそこで、うん、お気をつけろ、あいつ双竜になってるぞ。双竜に乗っかってしまうと時間のロスになってしまうんでね、ここは双竜しません。はい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 、終わったかな、終わり、まだいますね。最後のフルフルちゃん、こいつをやっておしまいです。え、お前もまさか、違うな。どうやらね、双竜するやつも決まってるみたいだね。双竜できるようになるやつもね。終わったかな。はい、OK、お帰り。お疲れ様です。で、第一陣の防衛が成功いたしました。これ、流れがまだあんまり不慣れな人は、どうしてもモンスターを奥に逃がしてしまう人は、ここに自動大砲を設置しておきましょう。まあね、どの道、この設置数も稼がなきゃいけないから、無駄なくやるんだったらね、設置してった方がいいんですけどもね。適当に置いていこう。あとで忘れちゃうと困るからな。で、ですね、ここ一つ注意したいところですね。この第2波襲来を押すと、まずラージャンが降ってきます。ラージャンね、後でもここで降ってくるんだけどね。
で、このラージャンに激流槽を当てます。そうすると総流状態になります。ただこれあんまり早くやってしまうとちょっと遅くなっちゃうんで少し待ちます。あ、3匹とも揃ったなと思ったらここで攻撃していきます。でもあのね、何匹か奥に行ったやつはスルーしてください。ここね難しいんですけどね、ここね、マガイマガドが来るまでね、あんまり攻撃しない方がね早いんですよ。こいつは倒した方が早いような気がするかもしんないけど、マガイマガドが来てからビームを打つ、最初最後にとどめを刺す。奥の大砲が多分やってくれるんで、さっきのなんとかちゃんは。あ、まだ生きてんね。結構がっかっり、もう多分瀕死なんで、サクッとやっちゃいましょう。はい、オッケー。で、残りを、そう、ここで、本当ね、写し教官が来てるんですよ。写し教官が。だけど、ここで、写し教官を使っていきます。届くかな？写し届くかな？大丈夫かな？あ、届いた。ドラはね、まだもうちょっと残しておきたいんですね。効率的に考えると。だいたいこいつしかいないんだよな。こいつかナルが来るがしかいないんだよな。はい、で、こいつが降りてきます。ほら、どっこいしょー。ほら、どっこいしょー。ほら、どっこいしょー。もう倒したですね。変な喋り方になっちゃいましたね。萌えキャラがログインしました。あー、かけり虫を持っていない。かけり虫を持っていない。かけり虫がないと攻撃回数が減ってしまう。あ、タックル。で、ティガレックスが来て、反撃ののろしが上がりますんで、まあ、うまいことね。ここで、こいつらを処理しておきますと。かけり虫拾っておこう。で、反撃ののろしが上がりますので、こいつをもうサクサクとやってしまう。もう武器での撃退はあと2になってますね。あとは狩猟設備だけ忘れないように。そうしないとまがいまがと戦っている中で狩猟設備を必要ない分を置かなければいけないという苦行が待っていますから。ほい。あー、乗ってしまった。まあいいか。乗ってしまうよりも普通に戦った方が早いと思うんですけども、まあ、乗ってしまうんですな。これ特になヘビーボーガンとか移動が早い人にとっては、こっち時間かかるからね。まあいいでしょう。もう乗ってしまったら降りるよりも、これで殴った方が早いでしょう。おれ。でも、かけり虫2個しかなかったら、ぶっちゃけ降りてもいいかもしんない。とどめだ。このね、なるかちゃんはね、技をね、降りるまでがね、長いんですよ。まだ、降ろしてくれ。私ここでおります。ほい。で、第2の群れが防衛成功となりました。で、まあ配置しなくてもいいんですけども、もうちょい配置しておきたいので、ここでこの火炎砲台を適当に置いておきます。これね、取り逃しちゃう人とかいると思うんで、モンスターをね倒しきれずにね。もう慣れてる人は全然こいついらないです。すぐに、ま、いぶしまきひこ来るんで。気になる人だけ置いておいてください。一応、いぶしちゃんにも攻撃してくれるしね。で、そしたらですね、これ、第3波を襲来させたと同時に、ここの反撃のドラを鳴らしていきます。俺は、あれだな。砥石で研いでいない。お、あるか？落とし物俺拾ってるか？拾っていません。さあ、このドラで、この子たちを、滅法やってしまいたい。こういうところはね、こういう時は本当に、砲三段だよね。砲三段がいいと思う。楽をするなら。ただまあ、慣れてる武器だったら、まあ、武器士にもまあ、ちょっとよるとは思うけどね、移動しにくいとかあるからね。でも来ます。多分やり終わってれば来ます。まだ残ってる？あれ？飽きたね。そしたら先ほどくすねておいた戻り玉で帰ります。
こいつすぐ来るんで、ここは少し急いでいきたいところですが、ここで私は装備を変えたい。装備変えたい。装備変えなくてもいいんだよ。装備変えなくてもいいんだけど、私はこの装備に変えていきたい。それが、竜属性ヘビーというね、非常に面白おかしいヘビーライトとなった。ヘビーライトってなんだ？ヘビーボーガンとなっております。はい、これを持ったら、奥の方、道間違えないように奥の方に行きます。もう縄文突破してきた。なんで、ここで配置をこなしていきます。はい、まず大砲。そして、ここに、遊撃訪問、固定砲、名前がいつまで経っても覚えられない。で、巻彦の場合は少し上を向けておくと、当てやすい。はい、2発目。はい、設置。まだまだ、まだ設置があと3つ残っている。そして、ここに、バリスタ。これね、距離の問題があるんでね、なるべく、モンスターから離れちゃう、設置はバリスタがいいと思います。で、ここに、これだ、大砲だ、これで完璧だ、サブ任務も完璧だ。そして、このままくるっと回って、あいつがちょうど来ている。いいタイミングだ。動くか動くのか動くのか動くのか動くなよ。はい、ボーン。で、反撃ののろしがまだ残っていたら、ここで、滅竜弾とかを少し当てておきたい。ダメージを与えることによって、弾が入ってない。これ間に合うか間に合うか。ほらほらほら、見てくれ、このダメージ、このダメージ。俺も食らったダメージもすごいが、一撃1400とかね、そんな出ますからね。はい、でこの武器を使うかどうか分かりませんが、この武器を使ってる場合は弾数が少ないんでね、きっちりとドラを鳴らしていきましょう。危ない。はい、ドーン。すごいな、滅竜弾あんなに撃ったのにまだ減ってないやん。さすがですね、日頃の行いがいいんでしょうか。はい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 。そしてカウンターです。カウンターも強いぜ、2700。あー、待って、カウンターのカウンターがめっちゃ強い。痛い。ここはこの武器はもうゴリ押しバトルなんでね、シールドもつけてきないんで、まあ気になる人で遊んでみたい人はシールドつけるのもいいかもしれません。相打ち覚悟、もったいないから俺は貯めてしまいます。カウンターが、カウンターがれた。そしてよもぎちゃん、あれよもぎちゃん、これ喋ってるけど、よもぎちゃんもう出た、もう出た。まあいいですね、狙いやすい、狙いやすい。最高。で、残裂弾も強いんでバリバリ打っていきましょう。だが私はここでこそ狙っていきたい、この大ダメージを。おっと、あんまり、ああ、おい、切れてるじゃねえか、もったいねえことしちまった、見ていなかった、ちゃんと見ていなかった。そしてここで反撃ののろしが上がり、いてててて、て死んでしまう。これちゃんと見ておかないと死んでしまうから、絶対来るから、ドンってやるから、こいつドンってやるの知ってるから俺。あれ、おお、よもぎちゃん出したいな。ここなんかよもぎちゃん出さないと気持ち悪いんだよ。よもぎちゃんいる？あ、よもぎちゃんいましたね。素晴らしいですね。で、よもぎちゃんを出したところで、ちょっと気をつけながらね。気をつけながらね。まあ、落ちたっていいんだけどね。おいー。いいダメージだ。いいダメージだ。うわー、カウンター間に合わない。そう、ヘビーボーガー慣れてる人はカウンターがあれば結構全然余裕で耐えられるんで、カウンターをショットをうまく使っていきたいところ。おとなしくしてろよ。いいダメージですね、気持ちがいい。ああ、気持ちがいい。ああ、待って、おー、フェイントかけてきた。もう一回いけ、もう一回、もうダメです。フェイントかけてくるんじゃねえよ、フェイントかけてくるんじゃない。怒りました、足りない、死ぬ、かけり虫管理がなっていない。ちょっと落ち着いていこう、落ち着いていこう、落ち着いて、落ち着いて、大丈夫、もう大丈夫。はいはい、そーっとそーっと打つ、打ち返す、打つ、そして避ける、そして撃つ、当たる。
落ちる。そして打つ打つ。まだもうある？あ、まだあるね。ラスト一発を打つ。いいダメージが入り、あとは残裂弾適当に打つだけ。曲も変わりましたね。もうあれ狙わなかったら別に適当にね、カウンターとかを当てながら楽しい毎日を送るだけ。はい、カウンター。俺よく生きてるな、さっきからよく生きてますね。ドゥルルドゥドゥルルドゥドゥルドゥルドゥドゥドゥ。さっきのあの流刑の弾がガツガツ当たれば、まあ、非常に早く終わります。まあ、これでも結構ね、ただ適当に当ててるように見えてダメージ取れてるんで、あっという間に終わりますけどね。ほら、お顔を出しなさい、お顔を出していきなさい。さよさよなのだ。この弾が切れるのが早いか、それとも切れる、お、マジか、足りなかったわってな感じですね。まあ、この最後のヘビーボーガンは、あの慣れてれば、ヘビーボーガン慣れてて、もしくは興味があって使いこなしたいなと思ってれば、普通の武器よりもだいぶ早く枯れますよといったとこです。いやー、結構やったな、これな。いぶしまきひこさんの評価値がもうちょっと高かったらね、いろいろいいんですけどね。まあそこまで文句は言うまいて。楽しかったぜ。百竜夜行、これ固定だから詰めていくの面白いね。さて、報酬の方はいかに。撃退の証9はやっぱりランダムなのかな。まあ7、8回やったけど、今日。その中で1回しか9になんなかったんだよね。なんかの見間違いかな。ティリリティリリリリリティリリリ。はい、 SS ランク、これ巻彦討伐と、3回未満ダウン、3回未満と狩猟設備設置と、それから武器撃退、マガイマガド撃退だから、ここで見ると数あるように見えるけども、まあ、普通にやってれば意識するのは狩猟設備の設置ぐらいかな。あとやり方次第で武器の撃退ぐらいですかね。ここが問題なければサクッと終わりますと。で、これ15枚、8でしたね。8は確か90だったかな。それからこんな感じだね。瑠璃幻珠とか、あと重鎧玉もいっぱいもらえますね。で、この辺も全部評価値になるということでございます。15分5秒、今のところ最速14分30秒ぐらいだな。まあ装備は、ヘビーボーガンだけお伝えしますかね。あの、双剣の方は普通の火力双剣なんで。ヘビーボーガンも大してそんな詰めてないんですよ。とりあえず思いつきで持ってきたものなんで。これです。流天砲デビルーイ。流属性を打つためのスキル。天水流を装備して、あとは全部、あ、思った以上にすげえ簡単だったね。はい、全部、あれです。あいつの水星ドラゴンの装備になっています。で、スキルが竜気活性、逆恨み、支柱に勝つ、超会心、弱点特攻、竜属性攻撃強化が3度回りので、弾丸節約と装填速度に反動軽減に、で、かけり虫使いはあるといいかなと思われます。まあ、こんな感じですね。五石がね、五石でもそんなにめちゃくちゃいいやつじゃなかったと思いますよ。こんな感じですね。あ、まあでもそこそこか。反動軽減にがついている、211の五石かなですね。という感じになっています。なんで、ちょっと気になる人はね、ぜひといったところ。強化パーツパワーバレルにしますけども、シールドでもやれる人は多分、こっちの方が、シールドの方が早い可能性すらありますね。弾が足りるかちょっと怪しいところだけども。機関榴弾とか挟める人はさらに早くなるんではないかなといったところ。お供は麻痺にしてましたけど、全く誰も麻痺らなかったな。で、おお、そうだ、評価値を見ていきましょう。なあ、先に戸籍を受け取っておこうか。動画内だったら神戸籍が来る。
ジャンプ鉄人に地質学がついてる。デン、ドン、うーダメです。最近売却してるとね、お金に困らないっすわ。で、この通り百竜撃退の証ははい8枚でまず120ですね。で、適当な30のやつを追加してあげれば150になるんで、まあ、いぶしまきひこの素材とかもありますけども、百竜撃退の証8だけで、とりあえず、2列分は、抽選が埋まるかな、強化値がね、余裕でね。って感じですね。なんで、ちょっとね、素材が足りてないよっていう人は、ぜひともやってみてください。それでは、誰も知らない狩人、イカレタコスケでした。